さんこんにちは、リリアです。なんかサムネイルで、ね、多分皆さんももうご存知の通り顔がすごい荒れてて、なんか目とかすっごい充血、いや今すっごい引いてる方なんですけど、もう2日間ぐらい治んなくて、別に痒いとか痛いとか特にないんですけど、もうなんかいきなりこう肌荒れとかすっごいしてて、私肌荒れることなんてほとんどないんですよ。もういくら爆食いしても何しても肌荒れることなんて本当になくて、でなんかもう目までこんな充血するなんて、もう今全然ね治ってきてるんだけど、もうすっごくて、なんか毛細血管みたいな、内出血みたいな、なんだろうこれ、この赤くなっちゃってるの、本当になんかすごくて、もうなんかどうしようかと思ったぐらい。でも最近なんか振り返ると栄養取れてないのかなとか、睡眠不足か、でもいつものこうやって栄養は確かになんか結構外で食べることも続いててヘルシーなお店っていうよりかは結構ジャンクフードばっかり食べてたので、もうなんかこう休日にも入ってなんで、ちょっと改めないとと思って、昨日の夜はすごくヘルシーに済ませたんですけれども、なんかいろいろこう、ああ危ない。ダメ危ない。こんなとこに置いてあるのね。でもなんかこう結構疲れがどっときたのかなとも思ったり、いろいろ考えてます。なんかね、やっぱどうしても忙しい日々が続いていたのはそうなんですけど、まあ子供たちとプールに3日間ぐらい連続で行ったこともあったり。そういうのでちょっと疲れたかなとか、ちょっと忙しくいろいろ夜までお仕事したりして、いや家でただけでねこうやってるんですけど、そういうのもあって寝不足かな、不思議だなみたいな感じで、だから娘たちは全然目赤くなったりとか、そういう感染症の疑いかなと思ったんですけど、でもなんか全然なってなくて、でなんかこうプールに行くと手足口病とかよくね感染してしまうとか言うじゃないですか、だからちょっと心配してた部分もあったんですけど、娘2人は全然平気で元気に、まあ、風邪は全然治んないんですけど一向に良くならなくて、風邪の方は本人たちはこう咳もまだまだ痰が絡むような咳続いたりとか、みたりの 鼻水が出たりしているので、なんかちょっとね、またプールに行った後ぐらいからなんか風邪またひいたかなっていう、わかんないけどそんな感じですね。ちょっとこの連休、まあお盆休みはなんかどこかに行きたくなる気持ちもあるんですけど、ちょっとゆっくりしないとなと思っています。今はね病院の駐車場で待っているんですけど、娘2人やっぱりターンが絡むのが結構長引いちゃってるので、1回プール行った時はちょっと良くなったんですけどね、長引いたりとか、あと前の方が耳を触っていたので気になって耳を覗いてみたら、2人ともねその中耳炎にもなったことがあるので、私もすごく耳が弱くて要注意をしていかないといけないなと思うので、から一応見てもらうんですけど、で穴の中を見たら耳くそがすごいの、もうなんか耳の穴のなんかこうすごい量じゃない、大きいのが入っていて、とっても取れないと思う。もうね耳は怖いので、私も全然やりたくないので、本当に怖いよね、なんか傷つけちゃう、耳の痛みわかるから、本当に本当に痛くなってほしくないから、私はもうやらないで、とにかく病院で空いてたので、ちょっとなんか気になってなんかこの穴のなんていうのここら辺書きすぎて多分かさぶた穴みたいになってるので、ちょっとそれも気になるので、一応ね私の子なんで多分耳がすごい弱かったりも今後出てくるかなとか心配があるので、一応ね耳くそ取ってもらったり見てもらったり、あとは咳のお薬、痰が出やすくなる薬とかもらえればもらいたいと思います。で本当はこの耳鼻科、私も耳の調子そんな全然悪くないんですけど、今はでもやっぱりチューブ入ってるので定期的に見てもらわないといけないなって思いながら、全然見てもらってなくて最近数ヶ月は、なので一緒に行きたいなと思ったら、やっぱりなんかこう今お盆のこの時期なので休養の方、休養というか急に痛い方とかの方がね優先だと思うので、特に書いてなかったけど
そんな感じにするじゃん。だからちょっとやめといた。あの私もなんか咳とかずっとだし、なんかこういう目とかもなんかどうしたんだろうね。眼科行った方がいいのかな。こういうのって眼科かな、なんかウイルスの関係上なのかな。でなんか心配になって、私が充血することないんですけど、私の母ってよく目充血してたりするんですよ。だけどなんか私は充血したこと全然ないから、ちょっと病院行った方がいいかなって母に連絡してたら、2日間ぐらいママもそうだったとか言って、私の母も同じ症状だったのかな、多分。まだ会ってないんで全然わかんないんですけど、なんか LINE した限りそんな感じだったので、同じ風邪みたいなウイルスみたいなよくわからないのにかかっちゃったのかな。不思議、どんな感じなんだろう。なんかでも全然目薬一応抗菌したんですけど痛くなくて、不思議なんだろう。本当になんか昨日は真っ赤でどうしようかと思った。もう真っ赤っていう違和感も自分はなくて、ただ本当にひたすら疲れてるなっていう感覚はあって、あの本当にいろいろ疲れてた。なんかもう睡眠不足はさ、もう第一子が生まれた21の時からずっとなんだわ。もうしょうがないよね、みんな世の中お母さんってそうだと思う。あとね、こう添い乳してるから子供が頻繁にこう起きるじゃないですか。まあ添い乳してなくても結構起きるとは思うんですけど、でも子供がね爆睡してないと多分寝れないし、子供がね例えば9時とかに寝ても、自分は自分のせいだけど12時1時とかそれぐらい、まあ家事だったりとか、もう子供が寝たら私は仕事をするので、まあ、隣でね携帯こうやってやってるだけなんですけど、でもそれでもやっぱ やんなきゃいけないことがいっぱいあるので、そういうことしてるといや寝れないよなっていう、こう疲れに詰まったっていうか、そんな状態なのかなって思ってます。いやほんと大変だよね、すごい大変。なんかお盆休み入る前とか、夫とかもすごい結構遅くて帰りが、なのでなんかこういろいろやることも全部やらなきゃいけないし、ね、子供もずっとさ幼稚園とかも休みだから、ずっとねなんか楽しいことさせてあげないとと思ってずっと一緒にいるし、いや子供大変だろうなって思ってます。暑いからね、外で夏バテみたいなのもあるのかな。食欲はあるんだけどね、すごい食欲はいっぱいあるんだけど、だけどなんか多分食べ物とかもすごい悪かった、この数字とか本当に。なんかそういう単なるジャンクフードっていうレベルじゃなく、すごいジャンクフード食べてた。フライになんかなんだろう、ハンバーガーとかパスタとかなんかそういうものばっかり食べてて、なんかそういうビタミンを摂取するとかあんまなくて、こう葉物系をどれぐらい食べたんだろう、3日4日は絶対食べてない。って思って昨日玉ねぎのサラダ帰ったらすぐ食べたりとか、夜ご飯はもうお家で食べよう、さすがにお家じゃないって、お家じゃなくてもなんかお店にいっぱいあるけど、なんか私はなんかついついお店に行っちゃうとベジは頼まないんですよ夫だけねベジ食べて、私はベジ食べないとか、本当ねちょっとふざけてるんですけど、こんな感じでフルーツ食べたり、なんかビタミン取ってちゃんとお野菜もしっかり取ってってやったら、なんかこういう吹き出物がちっちゃくなった気がする。いやなんか時期かな、わかんないけど、もう本当にすごかったら顔もむくんで、塩分の取りすぎなわけないんだけどな、あ塩分の取りすぎなのかな、本当になんかそんな感じで、もう顔がすごいことになってて大丈夫って感じになってたんですよ。でも本当に良かった、子供たちが何にもなくて。でもなんか夫の方も結構体調悪いみたいで、今日の朝も私とモアが先に起きて、あ前にも起きたね、先に起きて、夫はなんか今日はちょっと具合悪くてどうしても下に行けないから、リビングに行けないからって言ってました。まあ私がねこの間は逆のパターンだったんですけど、なんか体調があんまり優れないので、あそんな感じでちょっと病院に行ってきたいと思います。ね、耳の中ちょっと待って、ここでなんかいろいろ母子手帳とかやってんだけど、カードとか、よし行こう、行ってこよう、マイリー病院行くよ、病院ダメだ。ママがちょうどタイミングよくっていうか悪くっていうか寝ちゃってね、どうやって連れて行くんだろうこれ。今受付だけ終わらして、夫がね
とこれは大変だぞ大変だぞ、まいちゃん。これカード全部やっちゃったの？これママと前で分けてたんですけど。それでは行ってきます。バイバイ。